民人、この人民人っていうのは裏では暴力を振るったりだとか拷問をやっていたりだとかバイオレンスなことを結構やっているような組織だったと。300万人を処刑したっていう、悪夢のような出来事が起きてしまったな、嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。トッシトッシです。冬休みになっている方も多いんじゃないでしょうかというと、はい、まあ、冬休みになったらやっぱ外出する人も多いでしょうということで、外出することが多いということはやっぱりね、怪しい人と遭遇することもちょいちょいあるでしょうという、まあ、いろんなとこ出かけるからね、本当に。ということは今日は宗教の話ですね。はい、存じの通り、存じのやっぱ2020年やばいな。やばいよ、おめえにだけは言われたくねえ。俺ずっとやばいから大丈夫。宗教って怖いよ。まあ、あくまで都市伝説ですから、ね、あくまで、そう、あくまでね、ああ、そう、はい、そうそう、そういうこと。俺に関してはすげえ吠えかけてきますよ。ああ、そうなんだ。あくまで都市伝説です。ほんとにもう、はい、先に言うけど信じるか信じないか、そうです、あなた次第だからね。先に言っときますよ。先に言っとこう。信じるか信じないか、あなた次第です。アレフ。ああ、アレフ。まあこのアレフというのが、はい、その意思を継いだグループがアレフって言われております。あ、意思継いでんの。あ、そうそうそう。詳しいことはちょっと各々調べてもらって。自己責任、自己責任よ。まあそうだね、それはそうだ。めちゃくちゃビビって話してくださいね。この次からはね、深く行ってきますから。そう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 。日本は静かにしとく。人民人。1956年、ジム・ジョーンズという人物によって創設された組織でございまして、まあ、アメリカの。あ、アメリカなんだ。日本じゃないんだ。そうそうそう。じゃあこの人民人って何をやってるかっていうと、貧しい人に家とかを提供したり、いい人たち、仕事を与えたりとか、そういうね、手助け差し伸べてるんですね、貧しい人たちに。いや、いい、いい、それは素晴らしい。だけど、裏でやってることがちょっと過激なんですよということなんですね。表向きだけだ。組織を脱会した人が告発した内容なんだけど、はい、どうやらこの人民人っていうのは裏では暴力を振るったりだとか拷問をやっていたりだとかバイオレンスなことを結構やっているような組織だったと。で、このことがメディアで報じられて、ジム・ジョーンズ自体もバッシングされるようになったと、うん、で、それで身の危険を悟ったジョーンズは1974年に1000人近い信者と共に南米へと下ったと。ジョーンズ率いる1000人がそこで生活してたことから、ここはジョーンズタウンと呼ばれるようになりましたと。アメリカの国会議員がここにちょっとインタビューみたいな感じでちょっと突撃したんですよ。突撃した結果、そこのうちのメンバー一人が、私脱会したいんですと、どうにか助けてくださいってその国会議員に言ったんよ。で、その国会議員もよし分かったってなって、うん、脱会したい人とジャーナリスト3名空港まで逃げようとした、うん、逃げる途中で人民人のメンバーに銃で殺されてしまったんですね。で、ジョーンズはこの次の日にもう限界だなって、その日の夕方にそこに住む人900人で集団自殺を図った。900人。ジョーンズ自身も最後はもう拳銃で自殺しております。本人も。そう、本人も。宗教そういうの怖いよね。なんかもう入り込んじゃうとね、本当になんかそういう洗脳されてるもん。そう、世界平和統一家族連合、ちょっと長いんで家族連合と呼ばせていただきます、はい、この組織はまあカルト宗教として有名で、マインドコントロールとか、まあ、洗脳とかでどん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 信者を増やしていったと。なるほど。ここにいれば救われますよとか、で、この家族連合の有名なものとして合同結婚式というものがあります。これ何十組何百組というカップルで一斉に結婚を行うというものです。合同結婚式を家族連合では祝福と呼ぶらしいですね。で、この祝福は3日間にわたって行われるんです。めちゃめちゃ一大イベントだ。その内容っていうのも結構複雑で、まあ、ざっくり言うと、まあ、いろんな順序があって、まず最初にじゃあお祈りをしてとか、はいはいはい、その次に聖水とかで体を清めてとか、はいはいはい、で、それを3日間やるんだけど、3日目の最後に衝撃的なことをやるんですね。何死ぬ。あ、違いますね。子供に虐待するんです。世界平和統一家族連合の教えの中に、人間はサタンの血筋で悪魔であり、合同結婚式祝福で結婚して初めてサタンの血筋から解放されるというものがあります。世界平和統一家族連合の信者で
合同結婚式前に子供がいたら、その子供はサタンの血筋の子供ということになり、差別の対象となり、信者からの虐待や嫌がらせを受けて悲惨な人生を送るとのこと。読めりゃいいのにね。でもそこがまたちょっと、まあ、宗教の闇ですよね。そうですね、洗脳がゆえに。クークラックスクラン CCC。 あ、惜しいね。 KKK ですね。あそっちの発音か。結構見た目が結構特徴的で、うん、見たら分かると思う。へぇ、あれか。そう、これ見たことあるでしょ。そう、見たことあるでしょ、みんなこれ。怖っ。そう、これがクークーク、クークーク、クークーク。いいよ。じゃあ一体この人たちどういう組織なのかっていうと、はい、白人至上主義なんですよ。うわ、白人差別。ああ、そうだね。やばいやつ。本格的にやばいやつ。この KKK がどのように組織をでかくしていったかと言いますと、はい、ある世界的な事件がきっかけででっかくなっていったんですね。事件。その事件の名前が第一次世界大戦。おーおー、アメリカなんですよ、 KKK のもね、はい、第一次世界大戦が始まるって時に、はい、ドイツと戦ってたわけよね。だから反ドイツみたいな思想を持っていて、そこのドイツの情報収集する諜報団体としての役割を担っていたんですね。アメリカを他の国から守ってるぜみたいな感じをもう主張して、それで KKK がどん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 でかくなっていったんですよ。でかくなっていったのをいいことに、どんどん好き放題やりかすんですね。1925年にスティーブンっていう人物がいまして、はい、このスティーブンっていう人物が黒人系の女性をダメしとって黒？白人だ、ごめん、白人だわ。あ、黒人。そう、白人系の女性を酒に酔わせて拉致したんですね。強姦したんですよ。次の日、解放したんですね、その女性を。で、その女性が言ったセリフっていうのが、必ず法があなたを裁くわって言ったんですね。それに対するスティーブンソンの回答っていうのが不敵な、ずっと笑ってるね。そうだね、嘘は揺れてんね、小刻みに。黒人がもうすごいちゃった。スティーブンソンが不敵な笑みを浮かべて、私が法だよって言ったんですよ。 KKK である、そう、 KKK に属している俺らが法律だと。このことがメディアで拡散されていって、どん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 衰退していきました。なるほど。クメールルージュ、カンボジアの宗教組織なんですよ。ポルポトっていう元首相が筆頭にこの組織が出来上がりました。首相が筆頭。この組織というのがね、凄惨な事件を起こしてしまったんですけれども、はい、その凄惨な事件っていうのがキリングフィールドと言います。なんか聞いたことある。お、あるか。キリングが殺す、うん、フィールドはまあ場所とかそういう意味、うんうん、だからこれ2つ合わせて処刑場っていう意味なんですよ。1970年代っていうのが、はい、その当時カンボジアっていうのはアメリカとか親米派がカンボジア政権を握っていたんですよ。だからその元々そこに住み続けていたカンボジア人にとってはちょっとこのアメリカに支配されてるっていう感じがあったわけ、うん、だからこれに結構不満を持つ人々が多かったわけ。ここで出てきたのがクメールルージュだったんですよ。俺らが元のカンボジアに戻すぜみたいな。ああ英雄ですよ。ああ、なるほど。で、実際に政権を奪い返した。おお、だからポルポトとかめちゃめちゃ英雄だったわけなんだけど、この映画はなかなか長くは続かなかったと。というのもこの人が掲げてた思想っていうのが原始共産主義といって、どういうことかって言いますと、昔原始時代で平等だったじゃんみたいな、うんうん、平等でみんなで協力して幸せに生活してたじゃんっていう、その感じに戻ろうよっていうことです。めっちゃいいじゃん。いいように見えるけど、うん、あ、また表だけ行き過ぎた考えなんですよね。まあでも言うても資本主義の人が多いわけですよ。そのお金を使って何かやるみたいなことをする人が多いわけで、だから結構反対する人も多かったと。その反対する人を片っ端から処刑していったんですよ。ちょっと行き過ぎた内容というか、しかも政権を奪った後でしょ。政権を奪った後です。やばいよ。主にナタとかが使われたらしいです。ナタとか刃物とか。さらに行き過ぎてるポイントとして、知識がありそうな人とか、うん、眼鏡をかけてる人とか、そんな判断基準でバンバン処刑してる。もうあまりにも行き過ぎて、当時900万人っていう国民がいました。これの合計の3分の1である300万人を処刑したっていう、悪夢のような出来事が起きてしまったな。300万ってそうそうないよ。確かに。桁がちょっとやばいですよ。いや、桁がちょっとレベルやばいよ、ね、うん、いや普通にやばいんですよ、これは。現在は処刑されてます、このリーダー、はい、まあ、こういった組織はね、やっぱり特徴としまして、はい、最初はいい風に見せかけるっていうのがね、やっぱ どのグループも結構共通して言えることで、まあ、で、実際に入りまして過激なことを加担してしまったりだとか、そういうパターンが多いらしいですね。しかし来た、
左手が来たぞ、久々に来る。よく頑張ったな。神の左手が来た、神の左手が来た来た来た。まあ要するにね、宗教なんて何でもいいと、まあ、そんなものに頼るなと、信念は自分の心の中にあるんだよっていう。ありがとうございました。もわっとしてたから。宗教なんてトップがいるわけじゃないですか。まあ、他人のね、真相、なんだろう、真相って言うんですか、他人の思想、真相とか思想なんていうものをこうやる必要ないわけ、うん、自分で行きましょうよ。まあその通りだね。請求張りで俺その時に痛めらめる。最後にね、もう一度言っていきましょう。はい、あくまで都市伝説です。信じるか信じないかはあなた次第です。